こんにちは、山下です。小型でプログラム可能な録音再生機が欲しかったので、マイクロドゥイノのシールドとして録音再生機を製作しました。エレクロに発注していた基板が届いたので、部品を組み付けてテストしてみました。うまくいったので紹介します。マイクロドゥイノとはピンヘッダで接続して使います。ここでマイクロ USB ケーブルを接続していますが、これは電源のためだけなので、電池で動かす際は一番下の段は必要ありません。早速録音してみます。図書館に本を返しに行く。続いて再生です。プルプルノイズが聞こえるのは SD カードへの書き込みの電流のノイズです。ストレージを変更するなどのノイズ対策が今後の課題です。詳しくはパイロット神山ラボのブログをご覧ください。